拓也京阪さん、初めてコメント、初めましてかな、初めまして、初めまして、初めまして、30秒切ってる。あ、トイレしたからな。ね、なんかわかる。さっきうちもしたいんだけど。そうだよ。トイレしたもん。15秒。10秒前。5秒前。3、2。話せばわかる。プロジェクト9。皆さんこんばんは、ショコルルです。こんばんは、レンです。この番組は映像制作団体プロジェクト9が毎回深夜テンションでお送りするフリーダムなトークバラエティです。メインパーソナリティの西谷さんとゆうきちゃんが約1ヶ月間のお休みに入っているため、その間は週替わりでプロジェクト9から助っ人が登場しております。今週は僕たちでお届けしますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは761@fmkoza.jp、 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653 です。また FM コザではユーストリームとツイキャスにて映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページからご覧になれますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますので、ぜひたくさんつぶやいてください。お願いします。お願いします。はい、ではでは今週のメッセージテーマですね。ホラー映画の祭典、琉球トラウマナイト直前ということで、あなたの恐怖体験がテーマです。お、はい、恐怖体験、恐怖体験、ね、夏もまあ終わりかけだけどね、うん、今からだよ。そう、毎日恐怖だよ。そうだね、毎日恐怖だよ。そうだよ。心霊体験や忘れられない トラウマ話、ある意味ホラーの話など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 、メッセージをお待ちしております。お待ちしております。もうね、うん、どんどんね、恐怖体験のメッセージを、うん、お願いします。お願いします。困りますんで。恐怖体験来ないとね、皆さん困りますんで、お願いしますね。皆さんのメッセージでうちのらの番組が成り立ってるんで、お願いします。なんか最近恐怖感じた体験とか、うん、ショコルルさん、え、私あるかな、恐怖を感じた、あ、あるよあるよ。なになに。横断歩道を渡ってたのね。横断歩道を渡ってたのね、うん、うんうん、し、青信号だよ、ちゃんと青信号を渡ってたら、うん、いきなり車が突っ込んできて。そう。マジマジマジ。しかもね、その車おじいちゃんが運転してたんだけど、うん、一瞬おじいちゃんと目が合ったのね。目が合った。あったわけ。目が、じゃあ狙ってきたんだよ。狙ってきたんだ。目合ったわけ、うん、目が合って、あ、人が歩いてるなって認識してる上で、うん、急発進してきよったから。ね、マジだよと思って。ある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 よ。隣のおばあちゃんの顔がもうこの世の終わりみたいな顔してた。はぁーみたいな顔してたのに、隣のおじいちゃんははぁーみたいな感じで笑ってて、あ、ごめんねみたいな感じで。でね、なんか私もう心臓バクバクじゃん。うんうんうん、もう光る寸前だったからし、バクバクなのに、うん、なんかおじいちゃんがなんかなんていうの、通りすがりざまに、うんうん、最後にプップーとか鳴らしていくわけ。余計ビビるわ。めちゃかっこいいじゃん。かっこいい、さりぎわにプップーってめちゃかっこいいじゃん。かっこよくないよ。めちゃかっこいいじゃん。こっちはドキドキしてんのにさ。でもそれ怖いね。怖かった。超怖かった。超怖かった。その時ちょうどお盆の中日だったんだけど、あ、お盆の中日で、うんうん、でもうすぐお姉ちゃんに電話したわけね、うん、そしたらなんか、あんたウトウト足りなかったんじゃないって言われて。そうね。足りなかった。でも私は、私はちゃんとね、ちゃんとウトウトしたつもりだから、うんうん、いや、ウトウトしたから事故らなかったんだよっていうね。あ、なるほどね、うん、それは恐怖だわ。そうそう、俺も赤信号飛び出して跳ねられそうになったことあるけどね。赤信号だもんね。すごい、すごい、その時もあれだった、運転してる人が悲惨な顔してた。本当、やっぱりこの世の終わりみたいな顔してるよね。って顔してた。そうなんだよ、多分ね。俺笑顔でハハって飛び出したの。そんな。うんうん、
そっか、怖いよね。本当交通事故とか本当気をつけてほしい ね、みんなね。それは怖いね。うん、でさ、そのなんか心霊スポットとかなんかあるじゃん。うんうん、やっぱ怖い定番って言えば、うん、どっか行ったことある？いや、私そういうとこ苦手。苦手？行くからない。もう行こうとか言われても、行こうとか言われても全然無理。もうダメ。怖いもん。うんうんうん、怖いもん。え、じゃあ俺の話聞く？いいよ、いいよ。俺の今日はいいよ。え、今日はいいよ。ちょっと長くなるんですけど、いいですか？あ、いいよ、待って、ちょっと。あ、いいみたい。あの、そろそろ CM に。ダイデイヘイヘイ今、CM 入っております。今、ラジオではね、CM ラジオでは CM に行っております。うん、またね、いつもね、またね、こうやってね、いつも回るね、こうやってね、夜も寝ないで引っ提げてきた心霊話をこうやって潰されるわけですよ、スタッフさんに。怖いなにか。喋りたかった内容は、喋りたかった内容はご、なんかアップしたらいいよ、何かに。そうだね、何かにアップしよう。こうなるんですよ、こうなるんだよ、こうなるんですよ。実は MC が一人来てないんです。ネットの方にだけお話ししますよ。そうなんです、ものすごい渋滞に引っかかってます今。分かる、そうなんですよ、コーナー担当の、うん、コーナー MC の方が一、うん、人遅刻してますね。クニさんが遅刻してます。遅刻してますね。今それが多分あれだよね、大丈夫かな、森戸さんも恐怖だよね、きっとね。恐怖だった。ディレクターも恐怖だね、恐怖だよ、最近車の中で私今日ゲストを乗せてきたから怖い、怖いかなって。すごいの運んでたよね今日ね。なんだろうねあれね、それこそ事故かなって思ったけど、そうでもなかったみたいだし。私急シートで間違いに見つけちゃった。怖いね。あと10秒。急シートで間違いに連くんからだよ。あは。じゃあ次はチェンチェンさんの恐怖体験をね。うん、話せばわかるプロジェクト 9FM 小座より生放送でお届けしております。今週のテーマはあなたの恐怖体験です。引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしております。お待ちしておりまーす。で、うんうん、それではですね、久々にこのコーナーに行きましょう。はい、うん、プロジェクト9分の1。おめっちゃ久しぶりじゃない？めっちゃ久しぶりですよ。めっちゃお久しぶりです。9分の1、うん、9分の1、うん、プロジェクト9からゲストを招いてお話していくコーナーです。映画にまつわるエピソードやその他いくつかの質問を通してその人のキャラクターに迫っていきます。で、なんと今週のゲストは誰だ誰だ、もう見えてるけど見えてるけど誰だ誰だ、誰だ。お笑い女優と多方面で活躍中の宮田愛理チェンチェンさんです。よろしくお願いします。チェンチェンさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はるばる福岡から。あ、はい、今回は福岡からやってまいりました。ありがとうございます。このラジオのためにありがたいです。ありがたいです。ピーチに乗ってありがとうございます。ピーチに乗ってよかった。ピーチに乗って台風とか来なくてよかった。本当にねよかった。もうね、待ち遠しくて眠れなかったですもん、うん、眠れなかった。車で寝てたね。はい、宮田愛理さん、チェンチェンさん、チェンチェンさん、はい、チェンちゃんですなってるけど、これチェンチェンさん、チェンチェンちゃんさんなってる台本。チェンちゃんさん、チェンちゃんさんなってる。チェンちゃんって呼ぶ方もいるので、あ、間違いではないかもしれない。穴がち間違ってはない。よかったですね。間違いではないです。よかった。間違いではないです。チェンチェンさん出身地は埼玉県なんですね。はい、はい、埼玉県出身で、で、うん、その後東京で何年かちょっとタレント活動して、うん、でその後沖縄に移住しまして、うん、で4ヶ月前からは福岡に移住し始めたという、ね、全国を渡り歩いてますね。ちょこちょこと。フットワーク軽いですもんね。めっちゃ軽い。だって沖縄でも何回でもね、うん、だって福岡に行ったって、うん、行った割には割と
ここら辺でやってるもんね。割と頻繁に、うん、2ヶ月前も帰ってきてるんで、ね、うん、多分2ヶ月に1回ぐらいのペースで沖縄をうろうろしてる、ね、そう本当に、はあ、この黒髪ロングのお姉さんがいたらチェンチェンさんって声かけてみてください、はい、声かけてみてください。趣味が作詞とベリーダンス、うん、作詞、あ、作詞も昔から好きで、へで、なんか暗い詞ばっかり書いてるんですよ。暗い詞ですか？ちなみにミニ刺繍とかもね、売ってるので、そうなんですか？よかったらね、チェンチェンの、まあ、ツイッターとかフェイスブックとかいろいろやってるので、うん、その辺で声かけてくれたら、はい、いろいろ情報を発信していきます。そうなんだ、はい、あとベリーダンスですよね。私、はい、ダンスは見たことないですけど、綺麗な衣装着てる写真は何度かお腹出してくねくねするやつ。くねくねするやつね。腹踊りです。わかる？乗る。うん、何？ねごめん。ベリーダンスって知ってる？ベリーダンス。うん。え、なに？美味しそうなんだけど。美味しそう。なんどういうことだよ。わかんないよ。ベリー系の。じゃあ美味しそう。ベリー系の甘酸っぱい。ストロベリーとかラズベリーとかじゃないよ。甘酸っぱいなんか恋のダンスみたいな感じの青春の。青春ダンス。間違いじゃないかな。恋のではない。中東なんかエジプトとかトルコとかの踊りで。うん、はい、ベリーはお腹っていう意味なので、お腹って意味なんですね。本当になんか直訳したら腹踊りみたいだけど。そうですよね。お腹の動きをウェーブとかね見せたりする。うん、あ、じゃあもう宴会とかでベリーダンスってこれ書いて顔書いてこうやってやるのもベリーダンスですね。宴会芸の腹踊りですそれはしてないんですか？腹踊りはしないんですか？あ、腹踊りでもちょっとしてみたいやりそうだから、今度じゃあ顔描いてやりましょう。チェンさん本当に何でもやりますもんね。あの、さっきあのご紹介したように、うん、あの、はい、なんだお笑い女優と多方面で活躍中っていうことで、なんかいろんな番組ね出てませんでした？そうですね、東京に行った時はお笑いがメインになっていて、うん、まあ、元々は演劇が好きで演技がやりたくて、うん、で、まあ、舞台女優的な感じでいけたらなみたいに最初は思ってたんですけれども、うん、お笑いが大好き でお笑い芸人さん集めて主催ライブするうちに自分も出たくなってしまって、R1 グランプリに挑戦してしまって、そっからなぜかそっちのお笑い番組の方が出演がちょっと多くなり、お笑いライブに出てる時の方が多くなりましたそんな感じでホラー映画に出たこととか、はい、はい、実はですね、女子高生の腹渡という映画に出たことがあるんですけど、腹渡めっちゃ綺麗ですよ、ね、どんな役だったんですか？え、なんかやらしい感じの、いや、やらしい感じではないんだけど、DVD は18禁です、多分見れる見れる見れる、そうそう、あの、多分レンタルビデオとかにも多分ありますで、これはホラーオタク女子高生の役をやりまして、うんうん、もうみんなね、女子高生たちが、まあ、簡単に言えばゾンビ化して殺し合うみたいな映画なんですけれども、自分は割と、なんだろう、一番好きな役をできたなという、今まででやっぱり撮影も一番楽しくて、あの、その当時すごいもう若干22歳の監督だったんですよ、監督さんが、のデビュー作で、で、学生が作る映画なのに特殊メイクをもうプロの方呼んでしっかり本格的にやるっていうので、で、夕張国際映画祭とかでもちょっと話題になって、で、その監督さんの下で、撮影をすごい、はい、参加させていただいて、すごい。チェンチェンさんが、はい、質問です、はいはい、質問。チェンチェンさんがホラー映画の監督を務めることになりました。はい、私、ショコルルとレン君をどんな役どころに使いますか？二人の使いどころですか？はい、うん、ね、私たちなんかメインでね、まだ映画とか出たことないからね。見ちゃった、アンケート事前にちょっと書いてたから、ね、本人に教えてもらおう、はいはいはい、じゃあ私からいいですか？じゃあまずショコルルちゃんは、うんうん、まあ、ちょっと謎の怖い女を、謎の怖い女謎の怖い女、うん、なんだろう、まあ、殺しても殺しても蘇る、なんかちょっと富江みたいなね、富江感じの富江っていうホラー映画が あるんですけども、怖いやつありますよね。そうそう、あります、ね、車に引かれても引かれても男性を魅了する美女なんだけれども何度もそう、何度も殺しても蘇る、ちょっと怖い女みたいな、ね、あれ怖いですよね。そうそう、知ってるんだ、富江って、ね、富江最近ね、ちょっと知る機会が富江本当、うん、ちょうど
ね、やっぱなんか華奢でね可愛らしいから、なんかそういうちょっと高いところとか飛び降りてもぐしゃってなってもまた蘇るみたいな、なんじゃそんな感じの役をやってみてほしいなと。なるほど、じゃあ引き続きレン君、あれだよ、僕顔面蒼白の幽霊とか書いてるんですけど、顔面蒼白の幽霊顔面蒼白のもう素で出れるじゃないですか、もういつもいつも言われてる顔面蒼白って、ちょっと儚げな感じこう儚げな美少年的なね感じで、うん、なんかその過去になんか昔ちょっと友達に殺されてしまったとか、悲しい過去を持って現れる、なんかいつも悲しそうな顔で現れる、そんな美形男子がなるほどね、想像出たらいいななんて絶対なんじゃあれですね、病気面って言いたかったトンマージに文句言われてトンマージに絶対そうだろうと思って大丈夫、病的が似合うのはイケメンだからそうなんだって、そうだよ、ありがとうございます、私は大好物ですなるほどね、あ、で聞きたかったんですよ、今日のメールテーマになってる恐怖体験、はい、なんかてんてんさんもあるかなって思ったんですけど、恐怖体験とかありますか？そうだ、いっぱいありそう、ありそう、めっちゃありそう、ちょこちょこあるな、普段あんまり霊感はないんだけど、うん、結構ちっちゃい頃とかはよくあって、うん、あ、でもうちさっきショコロルちゃんが言ってた車の話、なになになに、ごめんなさい、喋っちゃった、うん、ついこの間、2、3週間前ぐらいに、うん、うち歩道を普通に歩いてたら、うん、雨の日だったから、うん、横の道路走ってた車がものすごい勢いでキューンってなって、スリップしてぐるんって回って、怖っ、カーンってこっちに向かってきてやばい、本当にあの時よく新聞で見る歩道に突っ込んだみたいなニュース、あれまさに今自分のところに向かってきてるっていう、あのリアルな感覚で、あれ超怖いね、味わいました、そう、でもなんかものすごい運よくぐるぐるって回ってピタッてなんか真横に止まったんですよ、いやだー、もう本当数十センチみたいなとこに、何これって思ってその後なんかふわふわしながら帰りました、大丈夫でした何も怪我はなかったです、何もなかったで、運転手の方も、まあ、特に横転はせず、もう本当全てカッて止まったからびっくりはしてたと思って、でもそれマリオカートじゃないですかママミリアってママミリアじゃねえよママミーア、ね、もうそれどころじゃないわって、まあ、チェンジェさんのママミーアが来てることを ね、願います、よかった怪我がなくて、え、うん、あの幽霊な、なんか幽霊チックな経験とか、そうですね、心霊体験的な、心霊体験、うん、なんかはっきりとあんまり幽霊を見るのは少ないんだけど、うん、なんかうち幼稚園の頃、はい、朝起きて押し入れの方見たら、はい、枕が喋ってるんですよ、枕が喋ってる、なにそれなにそれ、しかも、ま、枕と やっちゃったわかったごめんなさいごめんなさい、ぬいぐるみ喋るよねみたいな、そう、あ、いやいや、だやってないんだから、そう、寝るへんな、え、枕が喋ってて、それが枕となんか夜間みたいな形をしたよくわからない物体が会話を交わしてるのを見たことがあって、うん、何を喋ってるんですか、もう普通のたわいない、なんか内容までは覚えてないけど、今日の夕飯何する、うん、みたいな、もうそんな感じの通り、うん、そうだね、うんうん、わかるみたいな感じの、わかっちゃったんだ、夕飯わかっちゃった夕飯わかっちゃったんだそんな感じの会話で、で最後は、うん、それじゃあまたね、バイバイって普通に、いつもお別れを告げて、そこで会ってるんですね、そこでいつも落ち合ってんのかみたいなねノリで話してて、でその後バイバイって言って、夜間みたいな物体はなんか布団と布団の間に帰っていったんですよ、なんだ、布団と布団の間に、そう、夜間が、夜間が押し入れに積まれてたなんか布団の間に帰っていって、で枕はその喋ってる時はなんかちょっと口がパクパクしたような感じだったんだけど、ふっと戻っていつもの枕に、いつもの枕に戻ったっていう、でその後もそのまま起きていたので、うん、夢ではないっていう、なんか謎の体験を昔しましたね、僕話半分で聞いてていいですかなんでだよ、ちょっと怖くなっちゃうんでチェンジェさんとこれから100% 聞いて大丈夫、これはメルヘンな感じだから後日さ、その枕に眠ってからさ、お前喋るんだろやってそうだね、やってそう、ね、おいおいおいって昨日喋ってたじゃねえかよ、早けよ
夏休みの宿題が枕とかで。ツイキャス来てますよ。おツイキャス AKB ファンさん、うん、枕が喋る？ちんじゃない本当枕喋ってるの見たことある人他にいるのかな。いるのかな。どん、ね、いたらぜひぜひコメントいただきたい。 AKB ファンさんもね、そうですね、枕が喋ると思う方どんどんコメントしてください。あれそうじゃない方もね枕が喋らないと思う方は大丈夫です、うん、あとはあの、ねうんうんうん、朝起きたら、ま、あの天井がすぐ目の前にあったことがあって。どういうことっすか。パッて起きたら天井が目のもうここになんか壁みたいのがある、うん、で何って思って幽体離脱って思って、うんうん、下を見たら自分がいないから多分自分ごと浮いてたみたいな。何それそことがあってまたやっちゃった。またやっちゃった。これ実は実は実はこれ実は記憶の片隅にあるやつ。マジでそうそれは1回だったんだけどもでもその時は本当に降りれないやばいっていう焦りがあってどうしようって思ってたら、うん、だん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 ちょっとずつ、うん、ゆっくり下がってで普通に戻ったっていう。ドゥ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 って言ったんじゃないですか。あの人がサングラスかけたあの人がミスターハンドパワーされたかもしれない。いたいんだ。いたかもしれないですね。そうかもしれない。いたかもしれない、うん、そうなんだ。すごい。なんかいろ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 意外とねいっぱいある。そんなね、そんなてんてんさんね、なんかやっぱりホラーなんかね生活の中にホラーがね、うん、ちらほらねホラーというかねあるんだね。で、多分きっとね、うん、普段聴いてる歌もねそういう曲なんじゃないかなって思うんだよね。わかんないけど、まあ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 、俺もなんか私の勝手な憶測。一人で喋る。一人で喋るね。まあで、うん、それ今日なんか曲とか曲持ってきたって聞いたんですけど、先生さんのおすすめの曲がなんかあるということで、はい、うん、タイトルなんだっけな。タイトル幽体離脱。幽体離脱じゃないですか。幽体離脱って曲ですか。あれですね、皆さんがよくご存知のご存知の、はい、ご存知の幽体離脱かもしれない。何ですか。なんで気になる気になる。あの映画リングより、リングあれだあれだきっと来るですわどうぞお聞きください。お聞きください。きっと来るです。タイトルで分かんないね。これこんな感じなんだ。あーこれ真夜中から聞いちゃいけないやつですよ。8時半から聞きたくないやつだった。ちょうどです。ちょっと早かったから。あ、ね、ツイキャス初めましての方いらっしゃいます ね。おそうですね。お名前超激神推しロー様文ちゃんさんですね。ありがとうございます。これからよろしくお願いします。激神推しロー様ということで、わあ、ゆんちゃんさん、わあ、嬉しい、ありがとうございます。愛知県なんですか？お、すごい。愛知から。愛知県から、ありがとうございます。嬉しい。嬉しい。これからもお願いします。ゆんちゃんさん、ゆんちゃんさん、ゆんちゃんさん、お、ありがとうございます。絵が可愛いね。うん、可愛いイラストがね。これ以上難しい。AKB ファン。マジで浮いてた。どっちな。マジで浮いてた。結構終わりね。タイトル教えてくれたのかな AKB の。そうそうそう。Feels like heaven。 きっと来る。 heaven。 でもこれ全然あのホラーっぽい曲じゃないんですよね。なんかちょっとテクノな感じで。そうそうそう。ごめんなさい、曲終わったら CM 入りましょうね。ここだけ聴いてるとすごいノリのいいクラブミュージックですね。ラジオではね、リングのきっと来るがね、ファンカーメニュー中に流れてるって思うの。ちょっと運転気をつけてください。待ち合わせしてる人イライラしますなかなか来ねえけどっつってなかなか来ないのにこの小座中に今きっと来るが、きっと来るが来ない来ないってまだ来ないってまだ来ないってまだ来ないまだ来ないってあいつ30分遅れてるぞってねえなんでカメラが家庭の医学的なやつのイメージしかなかったですね。家庭の医学的な有名だと思います。
チームいきます。あ、どっちみちだよ。CM 開けて、あの、なんだっけ、いつもの質問が、あの、話ばかりプロジェクト内、メニュー小なんちゃらかんだっていうところを言ってる途中で、あの、BGM チェンチェンさん面白い。アメリカの女子高生の腹渡見てみたいね。見てみたくない？女子高生の腹渡。普通にレンタルとかしてないんですか？あ、レンタルで多分あると思う。沖縄だとうちゲオで見かけました。あ、そうなんですか？すごいすごい。あ、来た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 。え、でもこれすぐはすごい難しいかも。じゃあじゃあその入れ替えにしましょう。じゃあツイッター、どっからかな、どっからかな、終了のタイミングで簡単に、こっちかな、こっちかな。引き続き、うん、ツイキャスよく間違わんでね、こっちだよ、配信してます。こっちとおしこして、あお疲れっす、お疲れっす、ね、めっちゃ混んでたからメール来てますか？30秒前です。もいもいもいってなんだ、もいもいもいって受ける、若い時はもいへえ、あーもいもいもい、え、もういいみたいな感じ。寂しいね。うん、寂しい、もういいみたいな言われた気がして寂しい。また来てね。話せばわかるプロジェクト 9FM 小座より生放送でお届けしております。今週のテーマは恐怖体験です。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。うん、ということで待ってますよ。ということでということでということで、うん、怖い、あれ？なんかほら来た来た来た、なんか、なんかいつものあの不思議な音楽が流れてきたよ。あれ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 、これこれはまさか、来る、きっと来る、来るのかな。はい、来ましたよ、来ましたよ、こんばんは。はい、こちらアメリカの夜担当の、ジョー・タケヤです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来ちゃいましたね。はい、来ましたよ今日も。はい、ありがとうございます。はい、このアメリカの夜のコーナーはですね、私ジョー・タケヤがですね、えりすぐりの映画の知識を提供していくコーナーであります。はい、で今日今回ご紹介する映画はですね、まあ今日トラウマな話を1時間やってるわけじゃないですか。はいはいはい、ですからみんながトラウマになるであろうという映画を、紹介したいと思います。怖い怖い怖い、はい、怖い怖い怖いトラウマになる。はい、で皆さんその前に今日は9月11日ですよね。はい、といえば何の日かご存知ですか？9.11 ですよ。そうです、9.11 のテロです、うん、はい、テロのね、はい、2001年の9月11日に始まって、ごめん、いいよいいよ、はい、OK です。はい、9月11日、に起こった同時多発テロ で起きて、うん、その同時多発テロを扱った映画で、うん、ユナイテッド93という映画をご紹介したいと思います。ユナイテッド93、この映画をご覧になったことはございますか皆さん？ありますか？はい、まだなかったな。ないですね。なんか ございます気がします。なんだそれ見たような見てないようなそんな感じですかね。はい、わかりました、ありがとうございます。これは2006年の、アメリカの映画で、これユナイテッド93っていうのはこちら、あの飛行機の名前なんですけれども、うん、そのこのユナイテッド93もテロとして あの標的にされたものなんだけれど、うん、まあ、その飛行機を描いた映画で、これは2006年の8月に日本に劇場公開された映画なんですけれども、うん、ちょっとこの映画に対して自分なりの思い出があって、うん、あの2006年の8月に公開された時って、ちょうどその頃っていうのは日本ではあのゲド戦記とか、あとカーズ、洋画ではパイレーツ・オブ・カリビアン、デッドマンズ・ジェストとかが公開された時期で、まあ、結構割と大作ヒット作が、ね、公開された時期 で、ね、その間に公開された映画なんだけれども、でもこの昔映画館で見に行った時、あの親子連れの子がいたんですよね、うん、親子連れがいて、うんうん、なんかちっちゃい子供がいたんだけれど、うんうん、なんかすごい嫌そうな顔したんですよね。あ、その映画を見に来てた。そうそう、
多分、うん、本当親がそのユナイテッド93を見たいんだろうけれど、はいはい、小さい子供が、うん、無理やり連れて行かされてる、カーズ見たいし、絶対そんなにあるカーズ見れるよって連れてこられたら違ったみたいな感じだったかも。なんかその子を見てるとなんかちょっとかわいそうだなってはちょっと思ったんだけど、まあ、映画は全然あの、まあ、面白いって言ったらちょっと不謹慎かもしれないけれど、あのすごいあの考えさせられる映画でした。そうですね、はい、でラスさん、ちょうどこの 9.11 9月11日、まあ、2001年になりますけど、この日皆さんどういったことをしていたか覚えてますか？覚えてる、僕はブラウン管テレビの前にいました。ブラウン管テレビの前に、はい、チェチェさん何してました？そう、違う、はい、そう、何してたかっていうのも全く覚えてなくて。え、本当ですか？うん、あのテレビを見たのは覚えてるんですよ。はいはいはい、私が14歳ぐらいか。私も多分それ、ね、そうです、自分13歳の頃、うん、ねえ、中学ぐらいだけど、私小学校だったのかな。私小学校、私台風だった記憶はあります。あ、ね、なんか沖縄は台風だったからっていうので、やっぱ印象に残ってるのかな。うん、で学校が休みになってウェーってやってる時でした。その時にテロが起きて、で次の朝のニュースとかもずっと、うん、あのその事故のニュースのばっかり、うん、ね、その時はまだテロっていう認識がなくて、うん、事故っていう報道でされていたんですけど、あ、後にテロって分かって、うん、はい、アルカイダが原因だっていうことは分かったんですけど、うん、はい、でこの同時発テロ、今から14年前に起きたテロなんですけども、うん、まあ、これは首謀者ウスマン・ビンラディンが起こしたテロとされていて、うん、4機の飛行機をハイジャックして、うん、そのうちの2機が世界貿易センタービルに突撃して、うん、でもう1機があのペンタゴンに突撃して、うん、国防省のペンタゴンで、もう1機はおそらくホワイトハウスに突っ込む予定だったんであろうって言われてるんですけど、うん、まあ、そのホワイトハウスに突っ込むことだけは失敗したんです。でこの失敗した飛行機がユナイテッド93 でこのユナイテッド93が失敗した理由はどういうふうに行われていたかっていうのをなんか描いた映画です。あ、失敗、テロをしに、テロに失敗した飛行機の話だ。なるほど。またそもそもこの同時発テロがまあ起きた原因って言われているのが、もともとあのその背景にはパレスチナ問題があって、そのパレスチナ問題ってどういった問題かっていうと、ユダヤ人とパレスチナ、アラブ関係の系の人たちの構想があったんですね。でその構想であのユダヤ人をアメリカ側がすごく支援したんですよ。でそれに支援して、あのサービンランディンが率いていたアルカイダたちがアメリカに報復しようということになって、でそれで起こったのがあのテロなんですよ。そもそもあとジハード、またあの当時すごい話題だったので皆さん覚えてるかと思うんですけど、ジハードって言葉をご存知ですか？聖戦って、はいはいはい、翻訳されてたりもしたんですけど、そのジハードっていうのは、あのイスラム教のコーランの教えで、あの友達、味方のために死ぬのだったら天国に行けるっていう、なんか幸せに死んだ後でも幸せに暮らせるっていう教えがあったそうなんですよ。でその教えのもとにあのテロが起きたわけだから、あの自爆テロを起こしても死んでも全然怖くないんだってい もう洗脳されていたから、ね、で本人たちはいいと思ってやるからね。いいと思ってやる。むしろこれがいいこと、平和のこと、そうそう、何も悪いことを、ね、してると思ってないから、何も悪いことをしてると思ってないから、むしろこれいいことなんだって思ってハイジャックして突っ込むっていう、ね、はい、すごい怖いな。またすごく内容リアルでしたからね、本当に、ね、はい、でこのユナイト93はこの飛行機に搭載されているブラックボックスをもとにあの作られた映画で、まあ、ある程度その中で起きたことであろうっていうのを描いた映画なんだけども、まあ、中にはちょっと若干映画的な面白みとかもあるんですけれども、あのこの映画で一番印象に残っているのが最後の争いシーンなんですよ。お客さんたち、乗客たちが団結してテロリストに向かい立ち向かうシーンがあるんですけども、はい、でもなぜ彼らがこうやって立ち向かったかっていうのも、これもちゃんとした失敗があって、ユナイテッド93さん、もともと同時発テロっていうのは、あの飛行機が同じちゃんと離陸して計画通りに進めば4機同時に突っ込む予定だったんですけど、ユナイテッド93便だけは30分だけ遅れたんですよ。なるほど、30分だけ遅れて、はいはい、遅れたから、あの皆さん、あのテロが起きたこと、テロとか事故が起きたことを皆さんね、電話とかでやっぱり知るんですよ。なんかあの皆さんこの映画の中でテロリストに隠れてあの電話するシーンとかがあるんですけど、その中で電話して奥さんとかがなんか世界貿易ビルが突っ込んだニュース今見てるよ、大丈夫というみたいなことを言ってくる人たちがいるんですよ。でそれを聞いた乗客たちが、もしかしたらこの飛行機もなんかやばいことが起きるのかもしれないって、それに気づいた乗客たちが団結しテロリストに向かっていくっていう、かっこいい、はい、そういう話です。だけれどこれは本当はそういうことは起きていないんではないかっていうこともなんかあって、あの実際にはそのお客さんとテロリストが争ったっていうなんか
音声がないみたいだし、もしだけれどなぜか知らないけどコックピット内では争った音がなんかちゃんと残されてるんです。だからどっちが本当かわからない。あだけどあのそのまま、そうそのままだけどやっぱりあのなんていうか少しでも迫力を出すためにちょっとある程度のフィクションとかも入れたりとかして、はい、中でも一番印象的なのがコックピットをカートでキャブルシーンがあるんですよ。カートでキャブルシーンがあるんだけれども、実際はそれは行われていないんじゃないかって、あていうかそもそも専門家に言わせるとあのコックピット、あの荒れた状態でコックピットのカートキャブルっていうのは、絶対にありえないことです、ね、まあ、映画上演出がね監督もそれを分かった上でやったことですから、はい、だからそういう事実の中にフィクションを入れるっていう監督の中の度胸が見ててすごいなって思いましたけど、うん、ね、はい、すごいですね。すごいです。この監督があのポール・グリングラスさんっていう監督で、この方はもともとイギリス出身の、もともとジャーナリストの人だったんです。だからドキュメンタリーとかそういったものを撮っていた人なんで、代表的な作品でマット・デイモン主演のボーンシリーズ、ボーン・スペラマシーとかアルキメータムっていう映画があるんですけど、でその人の特徴的なのがすごいドキュメンタリータッチで手持ちカメラを使った迫力あるなんかサスペンス風な映像が特徴なんだけども、このユナイテッド93も全編カメラが揺れたような状態の、だからあの24っていうドラマがありますよね、はいはいはい、もうあんな感じの展開で全般に進む、だから通終始揺れたような状態で、でまたこの映画すごくなんかリアルにリアルさに徹したところもあって、乗客とかあとはほとんどなんか無名の俳優、無名の、無名のだからリアリティを出すリアリティを出すために、だからあの無名の俳優が出てるから、どっちかに、感情移入することが少ないです。確かになんか有名な、ね、人とか人気な人出たらね、うん、だからあの、うん、みんなが誰が主人公なのかわからないような状態で、もう全部客観的に見れるっていう ね、 そうそうね、だから場合によってはテロリスト に、うん、に感情移入することも可能なんですよ、この映画。ああなるほど、怖い映画だなんか どちらかに偏ったっていうのが来なくて、うん、なんか本当に事実を見せようみたいな姿勢があるじゃないかな。じゃあ誰目線のストーリーっていうわけじゃなくっていう、はい、また冒頭の始まりがあのテロリストの、うん、トレーリストがあの実行する前の中前日で部屋にこもってるシーンからあります、うん、だからそこから始まるから、うん、だからあのテロリストの方にもどういう心情なんだろうって思いながら見れる映画で、またあの、で、あの管制官とか、うん、客室乗務員パイロットとか見てくるんですが、これも全部本物を出してるんですよ。すごいでしょうね、はい、でしかもこの中に出てくる管制官でベースライニーって方が出てくるんですけども、うん、この方は本物の管制官で、しかもそのユナイテッド93便の現場にいた人ですから、え、もうリアルな当事者、当事者、本当にリアルすごいですよね、本人も使ってるんですよ、あ、はい、だからあのそれだけですごいびっくりするんで、ね、よくこうよく出演されてきたなって、ね、すごいですね。でもなんか元々このベンスラインの役は俳優にさせる予定だったらしいんだけど、なんか制作側はやっぱりあと本人を使わせた方が絶対いいだろうってことになって本人にオファーしたそうです。そのベンスライニーさんもあの断ることもなくて、いやこの事件を伝えられるのは私しかいないみたいな、そうでもやっぱ本当にね貴重な声だから、はい、うん、すごい、そのままね、でも映画にまで出演っていうのがすごいですね。です、うん、しかもこの人またもともと管制官ですから俳優なわけじゃないですか、うん、で本当演技とか全くの素人の人なんだけど、うん、でもまた本人を演じるっていうところもあるから、ね、やっぱりそのままの自分で、うん、だからこの人には台本はなかったそうですよ。あ、じゃあもうあの時の感じでっていう、ね、あの時を演じてください、あの時の演じてくださいみたいな感じで、うん、そうですね。で、あのなんていうんですか、あのこの管制官ってある経験も生かして、うん、あの実際このベンス・ライニーさんが管制官で、うん、として働いてる時のそのままの様子で描いていて、うん、例えばこの人のエピソードの中にあるのは、うん、あのこの人劇中ずっとスーツを着てるんですけど、もともと監督からスーツは脱いでくださいって言われたんですよ、うん、だけど私は働いてる時はいつもスーツを着てやってるんだ、上着を着てやってるんだって言って、うん、だからそれは譲れないって言って、そこは曲げないので、ポリシーというかありますもんね、これはもう事実のままで、すごい、セリフも本当に難しい専門用語とか出てきてるんだけど、うん、全然アドリブとは思えないぐらいの迫力がある、ね、これしかまた演技経験がない人たちが演じてるわけですから、ね、超リアルじゃないですか、超リアル再現 VTR 的な、ね、再現 VTR 的な、ね、はい、あすごい、リアルとフィクションの織り交ざった、織り交ざった、ね、でもそれ見てみないと、まあ9.11 だからちょっとそれを思い出すっていうことで、やっぱりこの、ね、はい、この映画は2006年アメリカでは4月に公開されたんですけど、
アメリカではやっぱりあんま当たらなかったそうなんですよね。あ、というのはあの、なんか若者はほとんど見なかったらしくて、大人人もあんまり観客動員があまり入らなかったらしくて、でなんか分析としてはなんかこんなテロからまだそんなに時間経ってないのに、あんなの見たくないっていう、あ、まあそうですね、やっぱ客観的に見れないっていうのがね、そっか、そういうなんか懸念があって、だから早すぎたんじゃないかっていうのを見たと思って、あ、そっか、まだね傷も癒えてないっていう、だけどこの映画はこれから先10年20年経っても全然色褪せることのない映画ですよ。でもやっぱどんどん伝えていくためには必要な、そうですよね、風化させないように、はい、ね、忘れちゃいけないことですもんね、まあ、あとやっぱりあのテロの話ですから多少ちょっと過激なシーンとかもあったりはするんですけれど、全然あのそれも目を背けないで見てほしいところです。実際この映画 R 指定とか食らってないので、お、はい、指定もされてないし全員が見れる映画なので、うん、これも本当に見てほしい映画、でも映画から入るとやっぱ知るきっかけにもなるから、はい、そのユナイテッド93便が、まあ、おそらく多少の嘘があったとしても、まあ、そういった飛行機があったのは間違いないし、この飛行機がなんで失敗したんだって、テロが起きたことも事実なんで、うーん、あ、そうです。お、なんかどうしました、メールが来てるかな、ちょっとちょっとすいません、なんか控えめな控えめなチーン、もうちょっと、ちょっと見てみる、メール来てるのでそこから行きます、はい、メールは、お、いいですね、メールお、お、お、来てる来てる、呼んでみようよ、沖縄大好きさんだ、沖縄大好きさん、ラジオネーム沖縄大好きさん、こんばんは、こんばんは、今日はチェンチェンさんがゲストと聞いてメールしました、ありがとうございます、チェンさんおかえりなさい、昨日の生放送お疲れ様でした、 ありがとうございます、昨日の夜の、うん、夜の〇〇シリーズ、ちょっと夜のをつけるだけでちょっとエロく聞こえてしまうっていうね、チェンチェンさんっぽい、何もそういうことは言ってないんですけどね夜の恐怖体験、いやそれは怖いな、そのまま怖いよ、そのままだって夜のお風呂とか夜のお風呂、夜のお風呂普通にエロいな、最後まで読んで、最後まで読んで、また那覇チョップに遊びに行きたいと思います、ありがとうございます、では最後まで放送ちばりよ、嬉しい、ありがとうございます、いつもツイッターとかでも、うん、あのメッセージをくれて、うんうん、え、那覇チョップというのは、あ、那覇チョップというのは、うん、もともと自分が店長もやってたんですけれども、今は、父親がやっています、うん、那覇チョップカフェというカフェ、国際通りの限りなく阿佐渡方面にあります、限りなく阿佐渡の方に歩いていくと松本清の、向かいに、カプセルホテルのビルがあるので、その地下に入っていくと那覇チョップカフェというちょっぴりマニアックな 空間があるので楽しいんですよね、で明日自分ライブやります、そこで、お、はい、ライブでゲストで出させてもらえることになって、なん、ね、はい、何時からですか、で、19時半開演ですね、19時半スタートで、でバンドやら、ラップやらいろいろで、チェンチェンはベリーダンスをやります、うん、あ、そうなんだ、はい、腹踊り、腹踊り、腹踊り踊っちゃうよ、腹踊りやっちゃいますか、ぜひそちらの方もよろしくお願いします、ぜひ、すごいすごい、なんか今日ツイキャスの電波が悪いみたいで、あらららら、さっき、ね、当たった当たった、ね、ホラーの影響かってきてるけど、中野町のせいで中野町の和樹さん、あ、和樹さん、トラウマナイトのせいでツイキャス調子悪いな、うん、なるほどなるほど、トラウマナイトのなんか変なお払いしたんですけどね、お払いしたよね、そうしたよね、お払いしたんですよね、うん、そうそうそう、お払いしたんですけど、まあ僕あの後たたられましたけど、なんか、ね、なんかね、すごい悲惨なこと、よからぬことがいろいろ起きたね、そう、レイバンのサングラスなくして雨でずぶ濡れになって、なってそのまま散々だ、そのままラジオに来るっていう、でも今日もね、ここのに来る道中ネックレス切れちゃったとかね、そうそうそう、ネックレス切れ、今これ後ろで結んでるんですよ、首輪みたいになってる、首絞められちゃったそのまま締められないように気をつけて、森戸さんの車の中で寝てる時にね、いきなりキッケしだしてね、これは何かいるんじゃ今日は何か起こるかもしれないですよ、皆さんもお気をつけ、お、AKB ファンさん、せっかく可愛い2人やろに、せっかく可愛い2人やろにチェーキャスでやっぱ悪いのか残念、誰誰2人誰誰誰誰あ、違う、なんだよなんだよ、調子に乗らせろよ、まあまあ、そこは置いといて男性陣2人かもしれないだろ、両方多分そうですねやばい、まあ、なんかね、私あの、うん、チェンチェンさんってほら今、うん、映画にも出演してたとか、はい、ほら
が好きっていうことを言ったんです、うんうん、言ってたんですけど、まあ、はい、城武さんが今映画をご紹介してくれたので、うん、せっかくなんで映画の話したいんですけど、あ、映画ですね。チェンチェンさんが好きなホラー映画っていうのありませんか？ホラー映画、ほんとね、これ迷うんですよいつも。あ、本当ですか？一番好きなのはって聞かれると、リングですか？すごく、そういうわけじゃないんですよ、ね、あ、違うんですか？うち意外とリングそんなに見ない。なんでえ、ホラー映画なんかないんですか？自分はあの、スティーブン・キング原作のものが結構好きだったりして、はいはい、で、昔からすごい好きだったのが、シャイニングっていう、シャイニング映画ですね。はい。高橋さん、シャイニングちょっと今どこ見てたんですか？今なんか高橋さんすごいカモソイ目で、カモソイ目、サングラス越しにカモソイ目が、ね、なんかチェンチェンさんのシャイニングをちょっと思い出していた、うん、ああそういえばあれはキューブリックのジャックニコルソンが出てたやつだなって思って、今どこ見てたんですか？今ねなんか俺の体の中にジャックトランスが入っていった。あ、降りてきましたか？乗り降りた。ジャックトランスが入っていた。やばい、どうしよう、襲われるかもしれない。やばい、ちょっとね。ウェンディを殺すかもしれないよね。どういう内容なんですか、ちなみに。ちょっとすいません。これシャイニング、うん、自分がいいですか？あ、はい、この説明がめっちゃうまそう。お願いします。うち下手なんですよね。このシャイニングって映画は、まあ、オフシーズンのホテルに留守番をするっていうお話なんですよね。うん、ちょっとあの山奥のホテルが冬の間だけちょっと閉めて、うん、その留守番をするっていうのがこの主人公のジャック・トランスと、あとウェンディ・トランスで、あとダニーって男の子がいて、その家族、名前までしっかり全部覚えてるんで、うち記憶力が悪いからざっくりとしかない。その3人が、半年間ぐらいあの留守番をするんですけども、だけど途中でちょっと主人公のジャック・トランスがちょっと頭がおかしくなって、うん、あのウェンディとダニーをちょっと放送する、疲れちゃって、そうだから父親が襲ってくるみたいな、めっちゃ怖い。怖っ。あの時のジャック・ニコルソンのこの顔、そうそう、あ、あれだあれだ、うわーってやつだ。あれ、なんかあれを見たらすぐピンと一人だけこれかこれだよこれだ、あの挟まれてるやつ顔がこれだ、でこれであーってやってるやつ、これで Here is Journey とか言うんですよ。そうそうそう、あれか、うん、分かったぞ。なんかコメディですかそれ？すげえよ。これあれですよ。なんか面白そうだなこれ。世界で一番怖いホラーって言われてますよ。そうなんですか？あー、でもそうか。ごめんなさい、なんか。結構なんか映像技術とかもなんか当時では、当時で斬新で、なんかね、斬新な撮り方っていうのでも有名になって、一番最初のシーンとかもあれですよね。あのステディカムも世界で初でしたっけ？世界で初めてではないですけれど、セディカムもすごい対応された映画としてすごい有名な映画、だからあの、うん、ダニーっていう男の子が出てきて、その男の子がホテル中をずっとあの自転車、三輪車で走るっていうシーンがあるんですけど、それを後ろからあのセディカムショットでずっと追っかけてるんですけど、その中で追いかけてるんだけど全くカメラがぶれないんですよ。へー、その全くカメラがぶれないままずっと自撮影したまま続くっていう映画で、またまたすごいキューブリックの映画だから、すごいシンメトリーがすごいしっかりされた映画だから、センスがいい、そうそう、センスめっちゃいいんですよ。ね、キューブリックはすごい真正面からすごい奥行きの深い映画を撮る監督だから、うん、前編そういったのが漂った映画で、ステディカム、あ、ごめん、ちなみに、あ、そうそうそう、今私も気になったんですけど、今ステディカムがすごいみたいなことを言ってたんですけど、ステディカムっていうのは何ですか？っていうのはこれはまああのブレないカメラですね。ブレないカメラ、すごいあの重い機材を持ったまま、あの手持ちのまま撮影することができるんですけども、すごい安定したカメラで、ドリーとかあとパッパンとかしていったりしても、うん、全然カメラほとんど動くことがないっていう、だから滑らかな映像をすることができる、ずっと動いた感じに撮れるっていう、はい、ステディーカム、うん、ステディーカム、その映画からステディーカムがなんか知られるようになった、はい、でまたキューブリックはそのステディーカムをすごく愛用した方で、その後のフルメタルジャケット、アイズ・ワイド・シャットって映画があるんですけど、それでもすごい多用された映画、へえ、なるほど、じゃあその映像もね見てみたいね、見てみたいですね、ぜひぜひ。ちなみにこの映画ってあれなんですよね、あの119分バージョンと143分バージョンがあるんですよ、ね、なんでそんな1分単位で覚えるんですか？すげえな、ディレクターズ、だって打ち合わせしてないですよね。いや、もう彼が詳しいんだと思います、なんでも。でこの119分バージョンが、うん、あの今のツヤとかギョとかで料理に借りれたバージョンで、144分バージョン1回、うん、あの昔、うん、テレビで放送されたことがあるんですけれども、うん、もう本当にテレビで見ることぐらいしかできない、うん、ちなみに143分版持ってます、ね、143分版持ってます、いいなぁ、いや、世界一怖いホラー映画、うん、と言われてますよ。だって日本のホラー映画も
体育怖いですよ、めっちゃくちゃ怖いじゃないですか。怖いですけど、あんなのも比にならないぐらい怖いですか。怖いです。なんか、なんていうの、聞き迫る表情もいいですよ。シャイニングの怖さっていうのは、うん、なんかバッてするような怖さじゃなくて、うん、なんかじわじわ来るような怖さ、なんか悪魔系ですか。そうですね、悪魔というか幽霊系です。だって私、ほわほわ花子さん、はい、花子さんってことも怖いですよ。あんなに可愛らしいのに。怖い怖い怖いよ。うん、夢に出てくると思ったもん、幼稚園の時。シャイニングでもちっちゃい女の子が出てきますからね。そうなんだ。ちっちゃい二人、双子の女の子が。そうなんだ。で、この双子の女の子が誰かっていうのは見ての楽しみですけど。うん、あ、なんか想像できたようなできないような。まずはね、映画を見てみます。見ます。双子の女の子。そうですね。うん、ちょっとこぼれ話ですけど、うんうん、このシャイニング、キューブリックのシャイニングは、スティーブン・キングがあんま気に入ってないみたいで、うん、あ、そう、本人はやっぱもっと人間的な部分っていうか、もっと出したいっていうので、なんか新しく、あれでしたっけ、あの97年に、うん、あのドラマ版でシャイニングを作ったんですよ、うんうん、だから原作に、ね、本人が監督して、うんうん、テレビで放送されたバージョンです。これも日本での DVD がレンタルされてるので、うん、はい、まあ、見ることは割と容易なんですけどね、うん、あ、じゃ あ、なんだ、なんかまた違う感じのシャイニングが楽しめるんですかね、映画バージョンとドラマ版、はい、バージョン。ちなみに自分があの入ったのはそのドラマ版のシャイニングの方です、うん、あ、ドラマから入ったんですね。 そっちから入って、うん、後からあのキューブリックの方を見て。やっぱドラマ版も怖いんですか。ドラマ版は特にあの、うん、風呂場でちょっとぐじゃぐじゃになった幽霊が出てくるんですけど、いや、それがめちゃめちゃ怖かったです。あ、でもいろいろ変えられてたって言いますもんね、はい、うんうん、グロいってことですか。グロいですね。グロいの大丈夫ですか、レン君。グロいの大好きです。お、この子たまに自分の血とか見て笑ってますもん。血が出てる。やばい、仲間だ。仲間がいたよ。そんなことないですよ。そんなことないです。人聞きが悪い。チェンチェンさんと一緒にしないでください。なんで。一緒に血を見ようよ。僕は言う、夜間なので夜間は喋りません。もうそう、来てる来てる、ツイキャスが来てる。 AKB ファンさん、ホラー映画好きなんや、夜間が喋る。夜間は喋りません。夜間は喋りません。夜間は喋りません。夜間みたいな物体らしいです。そうそう、夜間みたいなやつは喋るよ。枕も喋らない。うん、そうか、枕も喋るんですもん、うん、そうそう。シャイニング、ね、あとはなんか、じゃあなんか夏、この夏の怖い、うん、怖い体験、一番最近あったの。でもそのね、あ、でも一番最近のやっぱその、そうですね、事故のやつめっちゃ怖いですよね、うん、ねえ、あれはここ最近でビクって私多分あのガチで鳥肌プワッって立ちました、ね、人生で一番ビビったかもしれない。私ねえ、やっぱ車とかは本当怖いですよね。怖い、心霊的なの、うん、そうね、事故は本当に気をつけ、気をつけよう。うちそうだ、霊感がある女の子にちょっとなんか見てもらって、うんうん、あの言われたのが、自分は結構引き寄せることは引き寄せるらしいって、霊を引き寄せるんだけど、それを跳ね返す力が強すぎて、うん、なんか大丈夫みたいな、すげえ、そういうタイプらしくて、すげえ強いっていうのを一度言われたことが。跳ね返すんだ。思わせぶりってことですよ。引き寄せるだけ引き寄せといて跳ね返すっていう、そうそう、跳ね返す、思わせぶりですね。結構ね、あの怪我とか事故割と多くて、バイクでよくこけたりとか、この前もあのやっとリハビリが終わって、なんか半年ぐらい前に沖縄で、うん、あの車にぶつけられて、あの、そうだったんですか。そうそう、バイクでこけて、マジで通ってたんだけど、でも割となんかそんな大事に至らないっていう、はい、そう、でもやたら怪我は多いので、皆さんも本当に事故はお気をつけください、お気をつけください、ね、本当にマリオカートならないように、ね、雨の日は本当怖いですね。雨やばい、あのね、青信号でも絶対ね、危ないから、赤信号は渡らないでください。あ、ね、もちろんだよ、当たり前だよ、はい、それも最初からね、当たり前だよ、当たり前だよ。おおおお、うん、ということでお時間になっちゃった、もしかして。お、早い、早い、そうですね、うん、金曜の夜早いね、ということで、何かお知らせとかございますでしょうか、うんうん、ね、うん、とう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 、プロジェクト9からのお知らせいっちゃいます、いっちゃいます。お知らせ、何があるかな、何があるかな、何があるかな、あった、去年大好評だったホラー映画イベント、琉球トラウマナイトが今年も帰ってきました。イエーイ。あれ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 、これ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 、これ、あ、そうだよね、あのポスターも出来上がりましたよ、ポスターも出来上がりましたよ、ポスター、はい、テレビでは流せない沖縄のホラー映画をコンセプトに、映像業界で活躍する5人のクリエイターが完全新作を引っ提げて、今年も恐怖の旋風を巻き起こします。
いよいよ来週になりましたよ。9月の18日金曜日、ミュージックタウン元市場、18時会場、19時上演、うん、9時、失礼しました、9月の26日、27日の土曜日、日曜日、那覇沖江通りバンターハウス第1回1時13時ですね、13時30分会場、14時上演、第2回18時30分会場、19時上演、チケットは5作品投資券となっております、うん、前売りが1500円、当日券が2000円です。で現在ですね、電話とインターネットにて予約を受け付けています。詳しくはプロジェクト内のホームページをご覧ください、うん、でまた去年の琉球トラウマナイトの DVD も絶賛発売中です。全国のツタやゲオにてレンタルも可能ですので、こちらも合わせてチェックしてみてください。ぜひ来てください、お願いします。早いね、早い、来週だったね。だって先々週ね、撮影終わったねっていう話をしてたんだよね。そうそうそう、早い。おお、まだまだありますよ。プロジェクト9、久保美希さんが作演出を手掛ける舞台、ありきたりで平凡な日常が 10月3日土曜日、10月4日日曜日、首里アルテプラン A ホールにて行われます。時間は3日土曜日が14時、19時の2回公演、4日日曜日が14時の公演となっております。各回30分前の会場となります。チケットは一般1500円、学生1000円、なお当日券はプラス500円となります。個性的な役者陣が織りなすささやかで切実な6本の短編ドラマ、ぜひ劇場へ足を運んでみてください。お願いします。パチ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 。その他プロジェクト9の最新情報は公式ホームページ Facebook をご覧ください。また過去に作成した映画作品はプロジェクト9のオフィシャル YouTube チャンネルにて公開中です。詳しくはプロジェクト9で検索、こっちね、え、こっち、あ、お願いします。あ、なんか遅刻してきたお兄様が、こんばんは。あれあれ、エンディングですよ、エンディングですよ、エンディング、文芸者様から出てます、はい、素晴らしきな腐ったれなおが電子書籍化されました。よろしければお買い求めください。あの今日はね、あの遅刻っていうか仕事はちゃんと終わったんだよ。車がね、あのツイキャス見てる人だけにも、ツイキャス見てる人だけにでも、ツイキャスはずっとツイキャス、いや配信終わってる、遅れちゃって申し訳ない。今日ね、混んでましたしね。私もヒヤヒヤしながら。なんか酔っ払